史上最強日本代表のエースであります八村選手です。まずは今のお話お聞かせください。そうですね、やっぱこういうふうにこうやって観客も皆さん集まってくれて、こういうふうにドイツみたいな強豪校に強化出てよかったです。経験されてますが、今日この雰囲気というものはいかがでしたか？素晴らしかったですね。やっぱりオーストラリア戦もすごかったんですけど、これもすごいそこら辺にいた対するぐらいの確かに、一戦もね、素晴らしかったですもんね。今日その得点力のみならず、ブロックにリバウンドに非常に献身的にプレーされていました。どのようなゲームになるとこの試合前は感じていたんですか？そうですね、やっぱドイツはやっぱでかくて、やっぱり動ける選手が多いので、やっぱりリバウンドのところで僕らは気をつけようと思ったんですけど、結構今日取られてしまったんですけど、やっぱりディフェンスの部分では結構いい動きもできて、オフェンスもボールみんなで回せていい感じで取れたので良かったです。明治つかまり八村選手の得点があるからこそみんなも頑張れるというところあると思いますけれども、最後ビッグプレーを決めてくれたのは逆に八村選手のチームメイトたちでもありました。この日本代表の強さもう一度教えてください。そうですね、やっぱり強さはやっぱこう日本一丸、みんな一つになってこうスタッフ陣も選手もこう観客の皆さんも一つになって戦えることが僕らの強みだと思うので、これからもこれを続けていってどんどんワールドカップもすごい楽しみにしてください。もう少し最後の一緒に流れ伺いたいんですけれども、馬場選手のフリースロー獲得した場面、あそこでこう逆転決めでしたみんなビッグスクリーンで注目してますねだとか、あとは渡辺選手のプットバックもありました。ニックのスリーポイントもありました。宇野選手のフロッパーもありました。あれは瞬間はどのような気持ちでいたんですか？やっぱみんなすごい伸び伸びプレー最初からできてて、やっぱ最後もしっかり僕らもいい引き締めてディフェンスもオフェンスもやれたと思うので、それが今日勝利につながったと思うので本当に嬉しいです。相手はヨーロッパの強豪マフィアラス、 NBA プレーヤーもたくさん擁する中で、ご自身の活躍そして日本の活躍、これからワールドカップへの意気込みとそしてファンへのメッセージを最後にお願いいたします。そうですね、これあともう1試合明日埼玉ここであるんですけど、ワールドカップもすぐ来週近づいてきているので、やっぱり僕たちもしっかり引き締めてやっぱりディフェンスでもオフェンスでもやっぱ日本一丸となって、やっぱ観客の皆さんも日本一丸となって頑張っていきましょう。